カニンガムイワトカゲはトカゲかイワトカゲ族に分類されるトカゲ。オーストラリア固有種最大全長53センチメートル。全身はトゲ状の突起がある鱗で覆われ、特に尾で発達する。胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の数は36から44。左右の尾光のある鱗は接しない。尾は全長の1、2程度、もしくは尾の方がやや長い。 尾の断面は円形。出産直後の容体は全長12センチメートルほど。以前はオレンジや褐色の半紋が入る個体をアシュ、クレフトカニンガム岩トカゲとして分割していたが、現在は地域個体群としてこの分割を認めない説が有力。産地にあるやや湿度の高い岩場に生息する。中高生。岩の隙間を巣穴として2から17頭の群れを 形成し生活する。食性は雑食で、主に果実を食べるが、昆虫類、節足動物、小型爬虫類、小型哺乳類等を食べる。繁殖形態は、卵体制。1から3月に1回に2から8頭の幼体を産む。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。オーストラリアは、野生動物の輸出を禁止しているため、 動物園での展示用や研究用に過去に海外に持ち出された個体からの飼育か繁殖個体が流通する。飼育下での繁殖例が多いため岩と影げ族の多種よりは流通量が多い。野生では群れを作って生活するが、オス同士では激しく争うためオスの複数飼育はできない。ありがとうございます。